じゃあ今回ですね、暴落相場の戦い方パート3ということで、実際にね、暴落してる相場ですよね。どういう風にトレードしていったらいいのか。パート1と2ね、最近解説したんですけど、今日はパート3ということで、今回もね、すごい特徴的な、暴落相場にありがちな特徴的な動きをしてるので、かなりいいね、生きた事例になるんじゃないかなと思って、今ね、ちょっと動画撮ってます。なかなかね、こういう事例って、こう、それが起きないと説明できないっていうのもあるんで、すごいいいタイミングかなと思ってます。で、今ね、どういう状況かっていうと、例えばその株価指数、為替もね、例えばドル円とか、今暴落をしてますよね。で、ポイント的に、まずドル円からいきますか。ちょっとね、もうちょい長い足してみたいんですけど、今ね、こういう状況、上に抜けたかと思いきや、また円高の方にですね、有事の円買い、やはり強しと、円買い来ないなと思ってましたけども、まあ、一気にね、円買いが来たということですよね。で、ちょっとね、若干これ、ラインをどこに引くか難しいんですが、ちょっとね、ここに合わせすぎるのもどうかなと思うんですけどね。うん、こんなとこですかね。かなりざっくりですけど、まあ、ここ一瞬抜けてますけどね。まあ、でもここも騙しだったっていうことですけど、今、狭まってきてるレンジの下限に一回タッチしている状況なんですよね。なので、ポイント的には一旦戻してもいいところではあるんですよ。で、まあ、ただもっとね、例えばこれを長いスパンで見ると、次のじゃサポートは101円台とかね、そういうところになってくるんで、そこまで長期的に見たら行く可能性はもちろんあるわけですよね。101円とか、あと104円とかもそうですね。104円とかも、ここはサポートにはなってますよね。だから、101円、104円とかまで来る可能性あります。ありますが、現状直近だけ言うと 108.07、107.60 ぐらいまで下げたんですかね。50か。107.50 ぐらいまで下げた後に、一旦今50、60ピップス戻してますよね。で、今結構そういうサポートの手前で止まってるというところですね。まあ、ドル円の場合はまず今そういう状況です。で、じゃあ次に株価指数見てみたいんです。日経225に関しても、まあ一応、そうですね、これ日足ですけど、まあこのね、ぐじゃぐじゃ揉んだところですね。これは2019年の8月から9月約1ヶ月間ずっと持ち合ってたところに、ズドーンと突入してきたところで一回止まって戻してるところなんで、ここはサポートとして効いてるということですね。まあそこで止まりました。で、じゃあ S&P500 も、そうですね。まあ大体この辺の安値付近で止まってる。なので大体結構サポートが今ちょっと効き始めて、一時的な底入れが起きるような予感がするタイミングなんですよね。金曜日その状態で引けて、で、もうちょい言うと若干上げて引けてるんですね。これ、日足だとわかるんですけど、4時間足とかで見たら、最後、ドーンと陽線が出て引けてるんです。ここが結構重要なポイントなんですよ。暴落相場って。金曜日で最後、陽線ドーンってつけて引けてます。で、S&P500 も同じく。陽線をつけて、長い下髭をつけて引けてる。4時間を見た方がより陽線感は出ますね。こんな感じで。結構上に値幅出てますね。で、ダウも同じです。ダウも同じくです。こんな感じです。ダウも同じく陽線つけて引けてます。で、ここから週をまたいで、月曜日の始まり方が重要なんですよ。暴落相場で見ていくポイントっていうのは、そこが非常に重要。で、もう一個付け加えるとしたら、ビックスも一応今50、をつけてピークアウトしたように見えます。一時的に。つまり一回峠を越えた感があるんですよ、今。で、このビックスのね、恐怖指数の50っていうのはね、これ、前回2018年の2月なので、もう数年ぶりぐらいの、レベルです。で、もっと長いスパンで見ても、ここまで行く機会ってほとんどないですね。2018年の2月で今回ですね。で、その前は2015年です。2015年に 53.5 をつけてます。なので、もう数年スパンとかなんですね。これ本当に起きるのって。その前はって言ったら2011年ですよ。もう9年前とかの話になってくるわけですね。っていうぐらい、この10年間の中で4回しかないんです。っていう今水準にいると。そして日経225も S&P500 もダウも、例えばドル円にしても1回サポートのところ打ってきてるっていうことです。そして金曜日上げて、結構戻して引けてる。この条件が揃った時の週明け月曜日の動きっていうのはめちゃくちゃ重要です。で、何かって言ったらね、こういう時っていうのは、ロングをここからの反発の戻しを狙いに行く結構絶好のタイミングだっていうことなんですよ。ただし同時に逆に言うと、そういう絶好の変わり目、流れが一時的に変わるポイントであるからこそ、逆に今までの流れが継続すると、そこからさらに落ちる。ポイントでもあるんです。だから、
両方あり得るんですけども、じゃあその戻していく方向のシナリオですよね。そっちが濃厚になるためには何を見なきゃいけないか、どういうパターンが起きなきゃいけないのかっていうと、こういう動きです。じゃあ日経見ましょうか。こういう相場でよくこの後に起こる展開、これをぜひ覚えておいてほしいっていうのと、今回そうなるかどうかもぜひ見ていただきたいんですが、わかんないですけど、ね、なるかどうかね。ただなった場合はその後こうなりやすいっていうのがあるので、まずね、戻しました、戻して引きました。で、月曜日見るべきポイントはギャップダウンするかどうかです。で、ギャップダウンしますね。で、ギャップダウンしてきて、例えばこの辺でスタートして、もう一回ここの最安値をトライしに行くような動きを一瞬見せるんですよ。で、そうなった時の心理ってどういうものかっていうことですね。例えばこの金曜日の引けで買ってる人とかからすると、また抜けるってなったら、またその恐怖が出てきます。やばいってなるじゃないですか。また底なし沼か、みたいな。これは逃げないとまずいって言って、みんなロスカットして下げが加速していきますよね。こういう時によくあるパターンとは、そこで下、この最安値を抜けずに、抜けるように見せかけて抜けずに、またちょっとここで戻してきて、ここの窓、ここの空間が窓だと、ここを埋めに行く動きをするってことですね。で、これを埋めに行った場合、ギャップダウンした後に少し下を試しに行く、最安値を試しに行く動きをして、ブレイクできなかった、そして戻して窓埋めをするような動きになった時、こういう日っていうのは一気にドーンって上に、一時的にかもしれないですけどね、戻す場合が多いんですよ。だから動き的にはこう行ってこう行ってこうでこうです。で、またこうでこうなって、ここからこう行くのか、それともこう行くのかっていうのはまた見ていかなきゃいけない。なんとも言えないんでわかんないんですけど、こういう動きを暴落時って結構するんですよ。まあ二番底とも言いますけどね。そういえばね、例えばこういう局面で、こういう形ですね。で、こうで、こういう風なのを描いてくれたら非常に、まあヘッド&ショルダーでわかりやすい。か、まああとはダブルボトムですね。こうで、下髭ちょっとつけてこうで窓を埋めに行くみたいな形。これも非常に買いやすい。で、ここで一気に値幅を、ロングで値幅をね、取れるチャンスが訪れるポイントなんですね、これは。で、ここをね、見極めていきたいところですね。なので、月曜日は日経だったら朝が注目ですね。で、まあ、S&P500 も朝が注目です。で、ダウに関してはね、先物は多分ずっとやってるので、まあ、それは見ていったらいいと思うんですけど、まあ、あとはね、VIX がこれで一時的に50でピークアウトしてくれれば、ここから一時的な戻しっていうのはあり得る。一旦のね、底を打つ可能性があるということですね。その窓埋めをね、ちょっと狙いに行きたいところなんですよ。最安値を割れずに、ギャップダウンした窓を埋めに行く形になったら、これは埋めに行かないこともあるんでね。埋めに行くように見せて、今度また下にドーンって行くことも十分、それはあるので、ちゃんとロスカットは置いた上でですよ。置いた上で、一回勝負しに行くっていうのは全然ありだと思います。僕はちょっとそこを見極めていきたいなと思ってます。暴落時ですよね。そういったね、特徴的な動きっていうのが分かっていると、非常にまあ戦いやすくなるっていうのと、そういうね、相場のメカニズムっていうのをこういう機会だからこそしっかりと学んでいくというか、ただね、恐怖とかに煽られてパニックになるんではなく、しっかりと値動きの特性っていうのをこういうタイミングでね、覚えていくことが重要かなと思います。で、ある程度そこから戻したら、そこからはね、もう一回逆張りからのトレフォローを狙いに行く、絶好のタイミングなんですよ。ある程度戻した後に、そこからまた再下落していくポイントをキャッチしていく。そこを逆張りからのトレフォローで取れたらもうベストですね。まあそれはドル円もそうですし、今の5ドルとかにしても、こっから一旦一時的にドーンって戻した後に再下落を狙っていくところで逆張りからのトレフォロー。まあ、例えばこういう押し目とかです。戻しですよね。を狙っていきたいところです。逆張りからのトレフォローね、わからない場合はメルマガ登録していただくと解説動画が届きますんで、そちら詳しく見ていただきたいなと思います。もうね、トレードの基礎基本が全部身につくトレード戦略になるので、一番大事な引きつける力、そして流れが完全に出る前に乗るタイミングの精度を上げるとか、そういったものが全部身につく戦略になっているので、それをぜひ見て反復練習してもらえたらと思います。ということで、またチャンネル登録と高評価の方もぜひ押してもらえたら嬉しいです。ありがとうございました。